どうも、シエスタです。お願いします。今日はね、先週に引き続き、シエスタのおすすめ本紹介。今週は次編で。なんか、おすすめの本とかある？その本にちょっと行く前に、ちょっとこの後ろに見えるこのベッドあるじゃないですか。これ、錦鯉の長谷川さんと同じ二段ベッドです。知らねえよ。変な豆知識を頼まなくていいよ、もう。本をですか？芸人が書いた本とか持ってないの？芸人が。芸人読んでそうってなる本。で、言ったらやっぱ、お前も紹介してた、これだよね。あ、やっぱ持ってるんだ、一緒は。持つよね、みんな。うん。最初買うよね、やっぱり。買うよ、これは。内容はそんな覚えてないんですけど。覚えてねえのかよ。なんか読んだ時にもう、クスッと笑えるような内容なんだよね。大尖り時代だからね、先生。大尖り時代だから、もうすごい過激なことも書いてあるから。今書いたら絶対炎上するだろう、ね。炎上するよね。だから、昔だったから書けた本。そうそう。遺書以外に持ってんの？松本。いや、そんな本出してるんだ、まっちゃん。それ遺書とはどう違うの？一緒です。一緒なの？こっちが遺書なんじゃないかっていう。いや、知らないけど、それは。その内容はね、変わらない。あ、ほんと。ちなみに、これとこれは、お兄ちゃんが誕生日プレゼント。ちゃんと都合が分かってるね、お前。すごい。ある、まだ。あるよ。はい。ん？あー、志村けんさんね。志村流。俺も好きなんだよな。ただこれ、僕、自転車登校じゃん。自転車で学校行くやん。で、雨の日に、バカだから俺、自転車で乗ってったの。うん。家帰ってみたら、もう、すごい、分かるかな。うわー、すごい、めっちゃ、やば。バリッバリなのよ。この本で好きなページがあるんだけど、見返りは求めない。書いてあるのが、もし誰かに奢ってもらったらごちそうさまでしただけは心から言おう、書いてあるんです。これ言えてますか？その今お前に送った数々のエピソードを思い返したけど、ごちそうさまって一回も言われてない。何にも参考にしてないで、お前は。これからします。いや、お前がごちそうさまって言うたびに、志村けんが頭に思い浮かぶから、ね、嫌だよそれ俺、ね、他にある？まあこれですかね。古いんだよね、なんか。ヤスシの人生一直線。なんか一時期、ヤスシ賞にすげえハマってたの。タイプ真逆だもんね。自分勝手に生き抜く感じ。ああ、なりたいとは思わない、全然。かっこいいなと思って。まあまあ、かっこいいよね、確かに。メルカリで300円で買ったんですよ。安い。一番安い値段で買ったんです。まだ一回も読んでないんですけど、これは。読んでないの？紹介すんなよ、こんなところで、お前。買って満足。買って満足。これ、いかつくない？これ置いててさ、ね、うん、机の上に。こんなんが使えない。いかつい。いかついだろうな、これ。まあ、じゃあ芸人の本で言ったら、まあ、今の4冊。まあ、漫画とか読まない？漫画読むよ。俺結構、当夜漫画好きなイメージあるんだけど。なんか漫画を好きっていう攻撃で、女の子と仲良くなったりするもんな、お前。そういうのも。まずこれね。ああ、面白いね、野村コンチェルト。これは面白いの、マジで。ドラマで見たけど、俺は。まあ、歴史が嫌いな高校生が、まあ、過去にタイムスリップして、で、信長に会うんだけど、もう信長が自分の顔ともう全く一緒なのよ。本物の信長に、信長体が弱いから、代わりに信長やってくれって言われて、まあ、そっからなんか天下にどうたらこうたらみたいになってくるんだけど、これめっちゃ面白い。俺、鬼滅の刃よりは、絶対こっちの方が、勉強になるしね。確かにね。これは。個人的にオチも、うわーって思ったのよ、うん。うわーってなる。ぜひ読んでほしい。他になんかありますか？見えます。何それ、初めて見た。地獄楽っていう。どういう話それ、初めて見たんですけど、これもちょっと江戸時代みたいな話で、死刑囚の死刑される罪人がどっかの島に不老不死の薬があるから、それを取ってきたら死刑はもう見逃してやる、うん、めちゃくちゃ面白い。テレビアニメ化するんで、じゃあまあこれから見れる。俺はもうこれ絶対次来ると思う。地獄楽、鬼滅の刃とかさ、東京リベンジャーとか、うん、それ超えだよね。マジで、うん、一押し今、お前の。うん。ちょっと違うっぽいな。俺もこれ最初勧められて読んだの。ああ、その、漫画が好きという高知実で仲良くなった女のこと。なんで、なんでそういうこと言うんだよ、お前。そんなことない。これ。あ、約ネバね。約束のネバ、ね、はい、漫画を通して仲良くなった女の子から借りてるもんです。工事損。やめろ。ちょっとだけ最初の方だけ読んだけど面白かった、あれは。経済的余裕がなくて買えてないけど。まあ、そこは何とも言わないけど。で、もうこれがもう一番のおすすめ。まあ、マジなんてどうでもいい、マジ。まあ、今の俺らにマッチしてる漫画、これです。昭和昇天っていう。漫才の話？もしかして。そうなんです。高校生芸人の話なんです。お笑いのセンスはあれど、人前では緊張してしまう。うん、内気な少年、しじまあぜ道。型やネタは作れずとも、表現力はピカイチの元天才子役、東方太陽。
生きてきた道も違えば性格も違う。高校1年生の2人だが目指す目標は唯一、お笑いの頂点。全力で夢へと駆けてゆくお笑い青春ストーリー第1巻。まさに俺らじゃない？いやーこれ面白いよ。買ってよこれ。いやだよ。なんで？金ねえんだよ俺。貸してよじゃあ貸してよ。じゃあこれとこれセットで。いやいや読みたいけど。いやこれ本当にねマジでいいから。まあ確かに俺らと似てるというか。似てるでしょ。一押しは何？一押し？おすすめの本はやっぱこれじゃん。お前ふざけんな。いや読んでないじゃん。だって読むから今夜読むから。どれか一つでも読んでほしいね。やっぱり2週続けてこう紹介したけど。そうそうそう。みんなもちょっとおすすめの漫画あったら書いてほしいね。漫画というか本なんでもいいけど書いてくれたら嬉しいです。また来週お会いしましょう。さよなら、はい。